じゃあ続いて、はい、ホテルでの出来事ですね。これなの？時系列違うでしょ。時系列いいなの、別に時系列。え、だってまあいいよ、スイちゃんポン続きで行きたいんですね、ミコさんは。スイちゃんポン続き。はい、ミコさんは私ポン続きで行きたいらしいので、こちらも私が結構海外やったからね、スイちゃんポン、はい。ご説明させていただきます。いや、スイちゃんもね、割とドジっ子属性で忘れ物は多いんですよ。うん。あね、何その納得いってない感じ。本当にそう、いや本当にそうだなって、なんかしっかりしてますよ、うん、みたいな感じだけど、うんうん、意外とやらかしたなってすごい、ね、私は忘れ物が多くて、はい、よく忘れてしまうんですね、物を、はい、で部屋から出るときに、うん、携帯とカードキーをチェックしたんです。うん、もう出てから、ね、エレベーター乗る前にね、であるかな、ちゃんとあるかなっつって、忘れやすいからまた置いてきたんじゃねえかなっつって確認したら、まず携帯がない。そう、携帯がない。あ、携帯がないや、もしかして中に置いてきちゃったかなと思って、部屋に入ろうとしたがルームキーもない。バカじゃん。あれって、いやでもルームキーは絶対にカバンに入れた気がしてたの、私は。いやでもそう、ミコは絶対にルームキーというものをなくしちゃうから、うん、そしたらまずいなと思って、スイちゃんじゃあルームキー係ねみたいな感じで、うん、もう当たり前のようにスイちゃんのこと頼ってたの、ミコは。そう、当然のようにもう自分は持ちませんという感じで、私が全て管理していたんですけれども、まあ、出る前にちゃんとカバンの中に入れたなと思って出たんだけど、うん、あれないぞって、探してもカバンの中にない、あれインキーしちゃったのかなみたいな、自分の記憶がその時信じられなくなって、うん、あれはもしかしたら昨日の記憶だったのかもしれないみたいな感じになって、で、電話をしました。そう、フロントにね、そう、フロントにエレベーターのところにフロントに電話する電話があって、それで電話して、うん、まず「あむちゃらちゃんでやるかしらちゃんでやるかよ」みたいな。いや、あれすごかったよ、スイちゃん。言われまして、まず受話器から、そう、あーまずい、何言ってるのか全くわからないと。で、その様子を見ているミコチ、もう絶対に助けてもらえないミコチ。え、そんな風に思ってたの、ミコに助けてもらえないって。当たり前だろ。絶対喋れない、絶対喋れないんだからあんた。いや、ミコはもう他人事のような気持ちでね、こっちやなかしたな、頑張れって言いながらね、あなたの、あなたの部屋でもありますからね、あのルームは。完全に私に任せていたことでもありますからね。楽しかった。それで、電話で、まず、ネームって言われて、うん。エリちゃん。って言ったわけですね。予約してくれたのがエリちゃんだったから、うん、エリちゃんの名前を言ったと。で、ルームキーがマイルームキーイズルームイン。マジでやばい。オーケーみたいな。本当にね、スイちゃんイングリッシュだった。完全にスイちゃんイングリッシュだった。そんな感じで喋って、うん、で、いや、パニックじゃないですよ、私はもう冷静にパッションイングリッシュしました、うん、もうすごかった、なんかね、でも確かに冷静だった、うん、言ってることはちょっとイングリッシュがもうあれだったけど、うん、でもちゃんと聞き取れてたんだよね、多分ね、返答できるってことは。そうだ、あんた、みこちだったらあんた、サリーサリーってなって終わってましたからね。そうそうそう、でも絶対ミコ無理だと思って、あれはね、すごかった、うん、すごかったんですけど、頑張りました。もうでも、はい、電話した後、ね、カバンの中を漁りましたら、はい、そう、スタッフさんがもう来てくれるよって時ね、そう、多分電話を切って、うん、よしよしと思って、いやでもスイちゃんは本当にカバンの中にカードキーを入れた記憶があったから、本当に
入れてなかったのかな私と思ってもう一回よくよく探してみたと、はい、そしたらパスポートは大事だからカバンの、あの奥底の、ポケットの中に入れてたのね、うん、でカードキーも大事だからそこに入れてたんだけどもしかしてと思ってパスポートを取り出してパスポートをペラペラペラってしてみたらパスポートの中に挟まっててそりゃ見つからねーってなって、なんだったらスマホはあのエリちゃんが持ってたという感じで終わりやったよねポン